こんにちは、高橋優です。今日は料理を作っていきます。料理をする前にいろいろスーパー行ってきたんですよ。なんかどこが安いんやろうとか気になって、いろいろなんか知りたいなと思って行ってきたので、その購入品も紹介しながら動画を撮っていきたいと思います。皆さんもしよろしければ最後まで見ていってください。それではどうぞ。まずはOKに行って、なんか調味料類を買いました。ママ友ですね。スーパーどこが安いとかおすすめあるって聞いたら、調味料はOKが安いっていうふうに聞いて買ってきました。まずはこれ、ごま油。これは265円でした。多分通常より安い。コチュジャン買いました、200円。これは多分普段行ってるスーパーとあんま変わらんかな。小岩井生乳 100% ヨーグルト、前世もこれ気に入っててよく食べてて、朝によく行くスーパーでやったら118円とかかな。もう一個のスーパーで230円台の時とかもあるんですけど、184円やった。安かった。 OK、 これを2個買いました。あとはキュウリとかいろいろ買おうかなと思ったんですけど、ちょっと一旦 OK はここまでにして、その後に大関に行ったんですよ。自転車かっ飛ばして。大関行ったらグリーンリーフが結構大玉やって128円やってんけど、買うのやめて、よくサミットに行ったりするからサミットでええやと思って買わなかったんです。お肉もこだわりの国産豚しか売ってなくて、特に豚バラのブロックを買いたかったから、普通の豚バラは安かったと思うんですけど、豚バラブロックはちょっとこだわり系がしか売ってなくて高かったから買うのやめた。で、大関では結局何も買いませんでした。ほんでサミットに行ってきたんですよね。グリーンリーフ、これね、少量のやつ118円でした。その時の仕入れによってもちろん違うし、地域のスーパーによっても違うと思うんですけど、結果 OK と大関の方が野菜も安かったけども、さすがに戻る体力ないわと思って、今日めっちゃ暑かったし、だからこれ少量のやつ118円で買いました。リンゴは前世大好きやから2個買ったんですけど、198円、どこ行っても高かったんですけど、値段がもうどこもあんま変わらんかったから、もうサミットで買いました。豚バラブロック、結局これを買ったんですけど、 100g あたり248円。もしかしたら他のスーパーの方が安かったかもしれんけど、もう買い慣れてるし、元の場所に行くのはさすがにしんどかったから、チャリやったからやめて、これを2つ買いました。鶏もも肉をこれ 100g あたり128円のものを、3枚入りのものを買いました。サミットで大関やと 100g あたり118円で売ってたね。今日はでもね、100円切る時もあるんですよ、サミットもね。だから日によるんですけどね、今日は128円でした。あと鮭買いました。これノルウェー産の 100g あたり580円。大関の方が魚は安かったねんけど、その時まだ鮭買うつもりなかったから買いそびれた。魚は大関が安くて大きくていいかもしれない。スーパー使い分けるのめっちゃ難しいなと思って、近くに八百屋さんもあって、八百屋さんにこないだ行ったんですよ。その時はね、トウモロコシが4つで298円って売ってて、こないだスーパーで1本128円とかで買ったんですよ。めっちゃ安いやんと思って4本298円で買って、めちゃめちゃお得やったんですけど、今日その八百屋さんの前自転車でピューって通ったら4本198円で売ってた。さらに100円安くなった。スーパーパトロールめっちゃむずいなと思って、野菜やったらここ、肉やったらここ、調味料はここ、日用品はこことか、分けてるお母さんとかね、いっぱいいると思うんですけど、お願いします。せっかくやったらね、同じ品やったらさ得したいし、その日のうちに調理するんやったら別にね、その細かくとこ見ないっていうか、結局ね、煮たり焼いたり炒めたりするし、はいっていう感じかな。キュウリもこれ2本、サミットでキュウリ1本58円やったんですけど、 OK やと1本44円で売ってたよ。OK で買ったらよかったって感じだったんですけど、その時もしかしたら大関とサミットの方が安いかもしれんしと思って買わなかったんですね。これ行く順番にもよるな。めっちゃむずかったわ。平飼い卵を買いました。これいつも買ってるんですけど、508円、ふるさと納税で頼んだ卵をまだ残ってるんですけど、うちの消費量半端ないから、これはね6個入りで258円とかでちょっと売ってたんですよ、 OK で。どっちが安いんやろな、6個で258円、10個で508円。ちょっと計算するの今無理やけど、だからね、6個やとちょっとと思って、結局 OK でも買わずにサミットで買いました。あとはサミットでプラムを買いました。これ私大好きで、夏めちゃめちゃ食べるけど、これは598円でした。まあプラムは他のスーパーでいくらやったか見てないから知らないから、多分最後のスーパーでちょっと疲れてきて酸っぱいの食べたいって思ったような、それでプラムを買いました。これは OK で買ったこだわりキムチは 320g 入って399円でした。サミットに行ったらこれの 200g が売ってて、 200g で290何ぼとかだったんですよ。
だから、まあ、お得やったねこれは。ということで今日何を作るかというと、前にもちょっと YouTube で一回作ったさせん Thank you サムギョプサルを作りまーす。というのはですね、前回 YouTube で作った時はヒロくん帰ってくるつもりで用意してたけど、結局ヒロくんが帰ってこなかったんですよ。私と前世と2人で食べてて、でリンジュもまだお腹の中にいた時、昨日ヒロくんと晩ご飯食べてた時に、明日サムギョプサルとか食べたいなーってヒロくんが言ってたんで、リベンジやと思って、できたてほやほやのサムギョプサルを一緒に食べようかなということで、今日は作っていきたいと思います。ちょっとこれ番外編で、日用品はトモーズドラッグストアで買いました。最近いろいろシャンプーを試してて、自分に合うシャンプーとか質のいいシャンプーとかいろいろ試してて、もちろん美容室のシャンプーも使ったり、友達にちょっと分けてもろて試したり、逆に友達に送ってこれどうって試してもらったりとかしてて、あとドラコスのシャンプーとかもいろいろ試したいなと思って、今日はこれを買いました。ザ・タラーソ、なんかこれアマゾンででもよく出てきてたから人気っぽいんで、ちょっと試しということで、見た目もちょっとシックでかっこいいなと思って買ってみました。使ってみます。1650円、1650円でした。あとはシャンプーいろいろ試したいから、これもネクサスって読むのかな、ネクサスのシャンプー100円で売ってたんで、テスターがこれを買ってみました。あとはおむつ M サイズを買ってしまった。 S サイズが売ってなくて、これも1480円、ちょっと高かった、気に入ってるのでこれを買いました。はい、ということでご飯を作っていきたいと思います。サムギョプサルは前世を食べれないので違うご飯を作ります。昨日まで作ってたトウモロコシご飯があるから、これをとりあえず冷蔵庫に入れます。皆さんお気づきですか、我が家から電子レンジがなくなりました。理由はいろいろあって、長く使ってたっていうのもあって、まあ、壊れてきたんですよね。温めたかったりしても全然機能を果たさないっていうことあったりして、それもストレスやったし、あとなんか結構その時に湯煎で温め直してたら結構スムーズに温め直すことができて、急いで買い直さずにこのまま過ごしてみようかっていう感じです。だからこういう残ったご飯とかもラップではなくてガラスの耐熱容器に入れて、食べたい時に蓋開けた状態で湯煎して温め直すっていう風にしています。ラップのゴミも減ったし、今んとこなんか生活にフィットしている、快適です。今のところ、今お米を炊きました。炊いてるところも今回してたはずが取れてなかった。長ネギの千切りをしたいんだよね。人参のしりしりカッターってさ、千切りできるんかな。できるやん、難しいな。途中までしかできない、切るとこまでやばい。これはネギサラダを今作ってます。千切り買ったら欲しいな。キャベツのみじん切りとかはめっちゃ早くできるらしい、このしりしり器で。最近の私はですね、自分自身を見つめ直すというか、自分とはっていうことを結構考えることに重きを置いています。自分って何人いるんだろうっていうことを考えてて、一人やって思うんですけど、皆さん私もそう思ってたけど、YouTube を撮ってる時の高橋優、テレビに出てる時の高橋優とまたちゃうし、母としての私やし、子がいて、ヒロ君と一緒にいる時のその妻としての私もいて、いろんな私がいるなみたいな。その上でなんか自分はじゃあ自分らしくこう生きてたいなみたいなこととかをよく考えてます。そういう時間ができるっていうのもすごいなんかありがたいし楽しいです。ネギは千切りにしたので、こうやって水でさらしておく感じで辛味を取ります。グリーンピースを洗って、なんかお皿にのっけてもらう。これで OK です。うわ、電子レンジがないから置いとこうみたいな場所ができた、めっちゃ嬉しい。豆苗もさ、こっちでいいや。豆苗使えって感じやな、めっちゃ育ってる。物置きにならないようにこう気をつけないとね。シワコをつけておきます。プラスケトクロコンを増やしておいて、焼肉のタレを作ります。まずとりあえず皮をむきます。この間あのヒロくんにワンオペしてもらったじゃないですか。まさかのここ最近で一番の人気動画で、おいって思いました。もちろん自分のチャンネルやし、ヒロくんの協力のもと撮ってもらったから、それはそれで嬉しいんですよ。みんな見てもらいたいから、
嬉しいけどちょっと切なかったわ。私が映ってる動画もみんな見てな。また新商品が我が家に到着しました。私がめちゃくちゃ愛用していたブンブンチョッパーがついに寿命を迎えました。今までたくさんみじん切りにしてくれてありがとう。リンジの離乳食を作るっていうのもあってハンドブレンダーを買ったんですよ。このモットールってやつ、これで離乳食作ってて、まだ離乳食の動画は撮りたいんですけど、これもついてて、なんかブンブンチョッパーみたいなやつ、これでちょっとみじん切りにやっています。できた。あっという間にみじん切りができた。めちゃ楽。ここに調味料入れます。味噌ジュージャン、もう同じ分量かな。間違えました。ニンニクはみじん切りじゃなくてすりおろし。みじん切りにしちゃった。みじん切りでいこう。今日は入れます。砂糖少し、すりごま。ほんまはみじん切りじゃなくてすりおろしのニンニクを使います。こういう時に使えるんがハンドブレンダーなんちゃう。いいやん、めちゃめちゃ細かくなったよ。できたできた、ほらめちゃめちゃ細かくなって美味しそう。タレ完成です。これと別にごま油と塩のタレも用意して、まあ、使い分ける、まあ、どっちもピッピッてつけて食べるみたい。ぬめりを手で取りながら、お塩入れて、お湯とだし沸かしてて卵スープ作ります。だしはあごだしのカヤメラのだしにしました。卵はこのまま直接で割って、直接割ってこっちで溶かす。ごま油、酢、醤油、砂糖も少し入れて、七味、切りごま、あえます。感じです。シェラカップで全部出したら韓国料理っぽいね。サラダ完成。ここにもごま油。オッケーオッケー、いい感じ。あとはちょっと冷たいサラダで作っておこうかな。きゅうりとトマトとみょうがを切ります。またまたごま油。今日はごま油絞り。できていく。トマトとキュウリとみょうがのサラダも完成です。あとはお肉切っといて、よくかかってくるタイミングでキムチと豚を一緒に焼いて、前世がかかってくるタイミングで鮭も焼いてって感じかな。絶対休憩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 、ただいまって、ただいま。前世とリンジ帰ってきて、ヒロ君もうすぐ着くまでご飯作ります。鮭焼きます。ビールを飲みに帰る。こんにちは。あ、誰か呼んでる。誰かが呼んでる。何？チーターすると。料理するよ。あ、おかえり。今焼いてるからね。全然ボンする危ないからさ、リンジと遊んどいて。ボーンなるよ。ボーンなるよとか言って私の真似や。こんな感じで焼いております。手やる気？そうよ。そうだね。先生のご飯完成。あ、あれはついてるわ。ごま油にしよう。うん、出てるやつから出てこう。完成。リベンジサムギョプサル。 あ、なんかほんまに雰囲気あるな。白カップ美味しい。先生スープいっぱいあるからね。うん、本当の美味しいです。美味しい。
よかった。お肉硬くない？いや、美味しい。これ、やばい。いただきます。美味しい。というわけで、今回はリベンジサムギョプサル大成功。やった。おいしい。やっぱみんなで食べるサムギョプサルは美味しいです。というわけで、今回の動画はここまでになります。この動画も良かったと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。そしてブログとインスタグラムとツイッターもやっておりますので、こちらもぜひ概要欄から遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。